い、皆さんこんにちは。今回はですね、2020年度合格目標のマンション管理士管理業務主任者資格試験講座のガイダンスをさせていただきます。担当いたします、アガルート専任講師工藤と申します。よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけれども、まずね、この資格試験に関して初めて受験を検討されている方も多くいらっしゃるかと思いますので、どんな資格なのかというところ、それから試験の内容、そしてですね、2020年度合格目標の講座としまして特徴について最後にご説明させていただこうかと思っています。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、それではですね、この図をご覧いただきたいと思います。真ん中にね、マンション管理組合とありますが、これ分譲マンションです。分譲マンションは各ね、オーナーさん、お部屋ごとにオーナーさんがいらっしゃって、このオーナーさんたち全員でこのマンション管理組合というのがね、成立しているわけなんですね。で、このマンション管理組合でマンションの管理をしていくんですが、このマンションの管理って具体的にどういうことだと思いますか？マンションの管理っていうのは、まず建物や設備っていうのをね、健全な状態に保つということがあります。もうちょっとね、簡単に言うと、綺麗で安全な状態にしていかないとね、いけないということですよね。エントランスとか廊下とかエレベーター、いろいろありますけれども、綺麗で安全な状態に保たないと、そのためにはメンテナンスというのが必要になってきますね。それから管理組合、この管理組合の運営資金の管理というのもあります。先ほど言ったようにメンテナンスをしていくにはお金が必要ですよね。何年かに1回大規模修繕と言いますけれども、屋上の、防水を張り直したりとかね、外壁の状態がね、どういう状態か確認して、場合によってはきれいにしたりとかね、そういったさまざま、配管をね、取り替えたりとか、そういった大きなお金がかかるものもあれば、月々ね、例えばこの玄関エントランスの電気代とかね、そういった月々の管理にかかる費用とかいうのもあるわけで、そういったお金を各オーナーさんたちから徴収しないといけないですよね。で、これは規模が大きいマンションであればあるほど、お金っていうのもね、たくさん管理していかなければいけないし、果たしてそういったいろんな管理のことね、どうやって管理組合は運営していけばいいのか困ることもたくさんあるわけですよね。で、プラス共同生活の場です。たくさんのオーナーさんたちがね、一つの建物で生活をしていくわけですから、揉め事に発展する場合もあるでしょうし、そういったさまざまなことです。管理組合の立場から、管理組合の運営に関して適切なアドバイスを行う、これがマンション管理士と言われる方ですね。これマンション管理士の資格を持っている方じゃないと、このマンション管理士というふうに名乗ることはできません。専門知識を持って適切なアドバイスができるものですよということの証明になるわけですよね。で、今度は反対側に管理業務主任者、こちらですけれども、これはマンションの管理を管理会社に委託する場合がありますね。管理組合が管理会社さんにお願いする場合、その場合はこの管理会社の中の一員としてね、メンバーとしてお仕事なさる管理業務主任者、この資格を持った方が組合とマンション管理業者会社の契約を結ぶ際の重要事項説明をしたりとか、それから管理事務の報告をしたり、そういった管理業務主任者というこの資格を持っている人でないとできない業務、これを行うのが管理業務主任者、この資格を持っている方というふうになります。ですので、立場は違いますけれども、両方このマンション管理組合、強いてはマンションの管理に関する重要な役割を担う者たちということになりますね。はい、それではこの両試験のですね、試験日ですとか、形式について見ていきたいと思いますけれども、マンション管理士の方が例年ですね、11月の最終日曜日、管理業務主任者の方が12月の第1日曜日ということでね、1週間ね、ということですよね。連続、どちらもダブル受験される方は連続での受験ということになりますけれども、形式として四試択一のマークシート型なので、記述とかがありませんから、すごく難しい問題が出ても必ず皆さんの目の前のどれか一つ、正解がそこにあるということになりますね。で、この試験の内容に関してなんですけれども、括弧4番にありますマンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化法ということですが、これに関してはですね、どちらかの資格に合格、資格試験に合格されている方は5問免除、5点免除で試験を受けることができるということになります。
他のですね、まあ、書き方の、ね、表現が違いますけれども、マンション管理士それから管理業務主任者のこの試験の内容としましてはですね、8割9割、まあ、一緒というふうにされています。次のですね、出題状況でもうちょっと詳しく見ていきたいと思いますが、はい、これ全部訳というふうにしていますのは、その年度によってもばらつきがありますし、それから1問でですね、例えば民法と区分所有法、ここを横断してね、出す問題があったりしますので、まあ、目安ということで訳というふうに全部つけさせていただいてます。ここを見ていただくとですね、この2つの試験出題範囲はまあ被っているとはね言ってもですね、ウエイトがだいぶ違うかなという部分ありますでしょう。これそれぞれの立場によってもね、違いが出てくるということになります。例えば管理業務主任者っていうのは管理会社に所属していらっしゃるでしょ。ということは管理会社と管理組合っていうのは管理の委託契約というのを結びます。契約に関してはですね、この民法という、ね、法律の中に定めがありまして、これはね、契約もそうですけれども、相続のこととかそういった社会のね、一般のルールに関する、まあ、困りごとに関することを定めたものがこの民法なので、この契約に関してはね、しっかり管理業務主任者をになろうとされる方はね、知っておく必要がありますから、ここウエイトが高くなってますね。それから区分所有法、これはマンションのルールを定めた法律になります。マンション管理士の方はね、コンサルタントですからね、管理組合に助言や指導をする必要がありますので、この区分所有法に関しては詳しくないといけませんね。ですのでここウエイトが高くなっています。その他ですね、まあ、実務に関してはやはり管理業務主任者試験の方にね、ウエイトがここ高くなってますね。この標準管理委託契約書というのは、管理組合とそれから管理業者が管理委託契約を結ぶ際のひな型に、ね、なるものというふうになっていますので、ですから、まあ、こういったねウエイトが高くなってますね。そして会計です。ここに関しては簿記に、ね、関する知識も多少必要になってきますね。お金の管理を、ね、したりするわけですからね、これ重要なところですね。はい、そして最後ここ建築設備ですね。ここまたねガラッとね変わりまして、イメージがね、実際に今配管がどういうふうになっているかとかね、防水どういった方法があるかとか、そういったことを見ていくわけです。かなりですね、こう見ていただくとですね、バリエーションに富んでいるというか、この資格試験はですね、割と飽きずに学習していきます。いろんなことをね見ていけますので、飽きないかなというふうに思っています。そこがねすごくいいところであると思います。皆さんが苦手とされる、多くの方が苦手とされる部分は、例えばこの区分所有法とそれから標準管理規約、ここに関してはすごく細かいところがね問われますので、混乱しやすいところでもあるんですが、これ講座の中ではですね、なるべく具体的な例を挙げて説明していきますので、まあ、イメージがつくとね、暗記に頼ると結構きつくなりますので、イメージつきやすいような説明の工夫をさせていただいてます。それからですね、この建築設備、ここに関してはやはり同じくですね、数字が出てきますので結構暗記に耐えると辛いです。ただし過去問をねしっかり対策されていると、ここの半分はまず過去問でいけます。それからですね、なるべくテキストにはカラーで写真ですとか図を載せてますので、視覚の面からもねイメージして覚えていただけるようにしています。で実際これ学習されていく上でですね、建築設備のところ苦手だとおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、そういった場合はですね、ぜひねインターネットなんかも活用して実際の写真を見られるとね、視覚の刺激としてでも覚えやすいので、まあ、そういった対策するのも有効かなと思います。ということでですね、まあ私の方から言えることは、これ結構学習していく上で楽しいというか飽きない資格であるというのはね言えます。いろんなことを見ていきますのでね。はい、では次にですね、合格率を見ていきます。管理業務主任者の方から見ましょうか。こちらですね、ここの欄です、合格率の欄、だいたい例年 20% ちょっとですかねの間で動いています。合格点ばらつきがあるのは、これは何点以上を取ったら合格という資格試験ではなくてですね、おそらくまあ上位 20% ぐらいのところで切っているからこういうふうにばらつくのかなというのはねありますが、なかなかね、これ合格しようと思ったら皆さん2割の中にね入らないといけないわけで、この数字だけ見ると難しいのかなというふうに想像される方も多くいらっしゃるとは思いますがですね、これはみんなが正解できる問題を
確実に取る、落とさないようにしていく、ね、そこのところをしっかり固めれば全然無理じゃないです。これはね、むしろそういった基礎のところをしっかり固めることによって2割に入ることが皆さんできますので頑張っていきましょう。それからですね、このマンション管理士の方、ここはですね、ご覧のように合格率ですね、1割を切っています。なかなかね、厳しい数字かなとは思いますが、これも同じくですね、点数ばらつきあります。おそらく上位、まあ、8%、9% のあたりでね、相対試験として切っているのかなというのがね、ここで想像つきますが、マンション管理士についてはですね、ちょっと次のような特徴があります。これ令和元年度のマンション管理士の申し込み状況というのがね、今現時点で出ているものを掲載させていただいてますが、申し込み者数1万4000人弱ぐらいに対してですね、免除されるものの数ということで、これ5点免除を受けられる方ですね。マンション管理適正化法の5点分に関しては、先に例えばこれはマンション管理士ですからね、管理業務主任者の試験に合格している方は5点免除を受けられます。その5問免除で受ける方ね、40%、令和元年それから平成30年どちらも4割の方が5問免除で受けているというね、こういった特徴があるわけです。でこうなってくるとですね、果たしてダブル受験一緒に狙った方がいいのか、それとも先に管理業務主任者1年かけて頑張って満を持してその翌年にマンション管理士にチャレンジした方がいいのかとかね、そういったところ非常に悩むところでもあるかと思いますけれども、まあ、そういったところも含めて2020年度合格目標として講義の進め方ということで説明させていただきます。2020年合格目標の講座の特徴としましてはですね、この図で見ていただくとお分かりになるように、まず管理業務主任者単独のコース、それからマンション管理士単独のコース、そして両方受験される方用のダブル受験コースということで3つご用意しております。まあ、それぞれ単独で受けられる方に関してはですね、効率よく時間をね、使っていただくことできると思います。実はですね、この図で見ていただくとお分かりになるかと思うんですけれども、範囲、学習範囲ということに関しましては、まあ、8割9割一緒だとは申しましたが、実はこの実務的な、ね、ことが多い管理業務主任者の方が範囲としては広くなっています。それからですね、マンション管理士においてはですね、問われる、ね、内容の深さというのがやはりここね、大きく 深い部分を結構聞いてくるような問題が多くなっていますので、それぞれ、受けられる方、管理業務主任者でしたらこの部分、マンション管理士でしたらこの部分というふうにね、差別化をしているわけなんですが、ダブル受験をされる予定ではない方も、もし学習時間がある程度取ることのできる方であれば、例えば管理業務主任者のみの受験を考えているけれども、ダブル受験のコースをされると結構このね、応用力というのが身につく、ね、身につけることができますので、まあ、そういった作戦も一つあるのかなと思います。このね、コースの選択の仕方でもしお迷いの方いらっしゃいましたら、受講相談の方にぜひお申し込みください。個別に相談に乗らせていただきます。よろしくお願いします。では最後になりますけれども、テキストね、これ紙の方のテキストなんですけれども、ちょっと見ていただきたいんですが、この左側に縦のねバーがありまして、こちらグリーンの色の方が管理業務主任者の方で問われやすい論点、それからこのオレンジ色のところがマンション管理士の方で問われやすい論点で、まあ両方ね、共通して問われやすいところに関してはこの二重線という形で引いてあります。でこのようにテキストをねご覧いただくとですね、実際2つの試験、学習範囲重なっているとはいえどもですね、問われやすいところが結構違うんだなということがもうね、目に見えてご理解いただくことができるような仕組みになっております。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。ぜひですね、2020年私と一緒に合格を勝ち取れるよう頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。